はい、おはようございます。今日はですね、高端摂氏は最悪の死者イブですね。こちらの特急イブボスドロップ確定という、なんか今回からボスドロップが確定になったようなんで、こちらを回していきたいと思います。メンバーはこんな感じです。フレンドさんは一応保険として、そうですね、スキルマンあたりを連れていくといいかもしれないですね。僕の方のメンバーはまあ1とか2とかもう全然上がってないやつなんで、まあ一応火力重視みたいな感じで作ってみました。では早速やっていきましょう。1階です。1階はですね、こちらの右側の、そうですね、この 1,2,3 とあるこれをできるだけ水魔石ですね、 1,2 階は貯めていくような感じでやっていきましょう。感じですね、できるだけ残していく感じでやっていくといいと思います。こういう感じですね。よし、 OK。 2階もできるだけここに触れないような感じで敵を攻撃していきましょう。はい、よ、はい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 、よ、はい、はい、こんな感じかなですね。で、ここの3階なんですが、ちょっとコツがありましてね、この攻撃をし終わった後にちょっと残しておいて、チミマルのゲージも残しておいて、できるだけ水の玉を次のターンに使えるような感じでストックしておきます。今回はこちらが、コツとなっております。ボス戦の倒すコツですね。ではちょっと実際にやってみましょう。まずこれ使ってみましょうね。スキルを使っちゃいましょうですね。タイミングを見計らってですね、はいはいはいよ、はい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 、こんな感じですね。これで3つできてるんで、これもだいぶ重要だったりするんですね。ボス戦です。ここですね、この3つの部分が意外と重要になってくるんで試してみましょう。これはもうじっくりった方がいいですね。敵の動きとかもよーく見てね、いきましょう。こんな感じですね。今回はこれが、基本戦闘みたいな感じになります。でもうちょっと火力が強いパーティーだったら、そうですね、ボス戦でも前のターンで貯めなくてもいけますね。今回のように特急イブみたいな、こういうダンジョン ドロップ確定ですね。ちょっと難易度が高くなってきてるんで、コツも必要になってきそうですね。今回はこんな感じでした。またよろしくお願いします。